フリータウンは、シエラレオネ共和国の首都。同国最大の都市である。人口は2010年時点で、約120万人。同国南西部のフリータウン半島に位置し、シエラレオネ川の西に、大西洋を望む、港湾都市。不当であるクイーンエリザベス2世紀は、フリータウン最大の公共交通機関の要所である。 イギリスの解放奴隷が建設した欧米型の都市で、かつて西アフリカの経済や文化の中心地だった。1787年にグランビル・シャープを中心に、トマス・クラークソン、ウィリアム・ウィルバー・フォースら奴隷制度廃止主義者らにより、奴隷貿易廃止促進協会が結成され、自由の国をスローガンとした、イギリスの解放奴隷の黒人らによるシエラ・レオネの、 入植計画が始まった。グランビル・シャープは、解放奴隷の町建設のため、現地部族、テムネ族のトム王から土地をもらいフォーラー米付近、グランビルタウンの入植するが、テムネ族のトム王の後継者、ジミー王による攻撃やマラリアなどの病気により多くの入植者が死に、失敗していた。1791年、グランビル・シャープの後継者として、 奴隷貿易廃止促進協会のメンバーでもあったアレクサンダー・ファルコンブリッジ指導の下、入職失敗したグランビルタウンはクラインタウンと改名し再建設されるがこれも結局成功しなかった1803年当時のフリータウン1792年トマス・クラークソンの弟でイギリスの奴隷制度廃止を推進するシエラレオネ会社のエージェントであったイギリス軍人 ジョン・クラークソン中尉により、イギリスや、北、アメリカやジャマイカなどの奴隷制度から解放され自由になった黒人たちの移住地として、再び、シエラレオネで、フリータウンは建設された。兄、トマスの後を引き継ぎ、ジョン・クラークソンは、アメリカ独立戦争で、カナダのノバスコシア州に移されていた、イギリスのために戦った元奴隷の黒人たちを、 シエラ・レオネに移住させる計画をしていた。サウスカロライナ州のトーマス・ピーターズを中心に、バプテストの牧師デビッド・ジョージ、メソジストの牧師モーゼス・ウィルキンソンらノバスコシアの解放奴隷の黒人らは、フリータウン植民地の代表的な創立者であり、彼らはフリータウンに移住するために、ノバスコシアの解放奴隷の黒人たちに対して入職の募集をし、カトパーキンスや、 ジョセフ・レオナルドのようなアメリカの奴隷反対主義者も支援していた。1822年に建設されたシエラ・レオネの隣国リベリアの首都モンロビアもアメリカの解放奴隷の黒人により建設された入植地であるがフリータウンはそれよりも古い解放奴隷の入植地であった。ノバスコシア州から入植しに来た黒人たちは当初 フリータウンのセトラータウンと呼ばれる地域に移住し、彼らは、ノバスコシアンセトラーズと呼ばれていた。1800年になると、ジャマイカからノバスコシアに移されていた、逃亡奴隷マルーン550人もフリータウンに移住し、マルーンタウン地域を設立した。イギリス遠征軍員、フリータウン第一次世界大戦中にフリータウンは、大西洋のイギリス軍の重要な作戦拠点の、 一つとなり、イギリス海軍の軍艦が補給のためにフリータウン港に入港していた。さらに、第二次世界大戦の時はイギリスは、フリータウンに連合軍の輸送の中継地として、海軍の基地を築いた。1997年、シエラレオネ内戦が激化。当時政権にあったアフマド・テジャン・カバーが、内戦により海外亡命したため、暫定政権が、 フリータウンを支配。暫定政権は反政府軍であるルフとも手を結び、それまで内戦の影響が比較的少なかったフリータウンにもルフが侵入。分取り作戦と称したルフによる略奪作戦が始まり、ルフはフリータウン市民の家を無差別襲撃、あらゆる財産を略奪した。これに対し一般市民は暫定政権への協力を拒み、 ルフに抵抗した。しかし、暫定軍事政権と武力を持って戦ったのは、エコモッグであった。エコモッグは、暫定軍事政権を崩壊させ、ルフを駆逐し、カバー大統領が復権した。1999年1月、再び息を吹き返したルフが、フリータウンに侵入。殺人、略奪、強姦の限りを尽くした。エコモッグは、ルフへの攻撃において、 ルフと一般市民の区別がつかなかったため結果的に無差別攻撃となってしまい多くの市民が巻き込まれて殺害されフリータウンのこの音病院の前は死体の山となってしまったその後2週間にわたり戦闘と殺戮が続いたがエコモッグが再びルフを駆逐したフリータウンにある内戦終結を記念して建てられた平和記念碑1999年 それまで無関心であった、国際社会が紛争ダイヤモンド問題に目を向け始めたことをきっかけに、ようやく、シエラレオネ内戦の朝廷に介入し、ロメワ平合意が行われたが、政府が新政権にルフを受け入れ、ルフ指導者、議長であるアハメド・ホディ参考を副大統領としたため、いびつな平和が訪れた。同年、参考議長は、 フリータウンの自宅で抗議する市民らによって拘束され、シエラレオネ警察に引き渡された。シエラレオネから輸出されるダイヤモンド、チタンなどの豊富な鉱産資源は、その大半がフリータウン港から輸出されるなど、海運業が盛ん。産業は、蛍光業が中心で、食品加工が主だが、ダイヤモンド加工も行われる。ただし最近終了した内戦の影響で、市外は、 壊滅的な打撃を受け、また国連により、反政府勢力支配地域から算出される、ダイヤモンドの金融措置が取られたことで、海運業も行き詰まりを見せた。現在は、金融措置は解除されたが、都市の復興と貧困対策が課題となっている。フリータウン市外フリータウンは、フリータウン半島の突端に位置し、大西洋に望む都市である。 フリータウンの地図シエラレオネの他の地域と同様、フリータウンは雨季と寒季のある熱帯気候である。雨季の始めと終わりには激しい雷雨に見舞われる。欠片の気候区分によると、フリータウンは雨季の膨大な降水量によって熱帯モンスーン気候に分類される。フリータウンの高い湿度は11月から2月の間は、暖かい春末端によっていくらか和らぐ。 またその時期が1年で最も涼しい期間である。平均気温は1年中21摂氏31度である。コットンツリー市内の見どころは、樹齢500年フリータウンのシンボルであり、重要文化財でもある、コットンツリーと呼ばれる木がある。1792年3月にこの地にたどり着いた、北アメリカの解放奴隷の黒人たちがこの木に集まり、 自由の土地に救済されたことに神に感謝するため、感謝祭を行い白人説教者のナサニエル・ギルバートの説教とデビッド・ジョージやモーゼス・ウィルキンソンがアメリカから来た黒人の牧師による神への感謝の祈りと賛美歌を歌ったという伝説の歩きである。コットンツリーからすぐ東には皆殺し作戦と呼ばれた戦乱の傷跡を残す裁判所があり、さらに近くには 植民地時代の建物ステートハウスがある。コットンツリーの西には国立博物館があり、小規模だがシエラレオネに関する資料や核部族の仮面や伝統工芸が展示してある。ジャマイカ系の解放奴隷マルーンが建てたセントジョンズマルーン教会は1820年に建てられたフリータウン最古の教会であり、1956年に国会山に指定されている。 他の教会や、聖堂や、モスクも市内で見かける。ビクトリアパーク市場、イーストストリート市場、キングジミー市場などは、フリータウンの主な市場である。市内の南にある、レイチェスターヒルという丘があり、フリータウンを一望でき、クリオハウスという木造建造物がある。この建造物は、イギリスやジャマイカなどからこの地に来た。 解放奴隷たちが住んでいた歴史のある古い家である。2007年イギリスの奴隷貿易禁止する法律が成立してから200周年に従い外にある通りなどはアフリカの奴隷廃止運動家の名に変えることが提案された。シャーロット通りはアミスタッド号反乱のシンケピエの名に変更され、ウォータールー通りは元奴隷で奴隷解放運動家のオラウダエクイアノの名に 変更されることとなった。市内にあるシエラレオネ大学のフォーラーベイカレッジは1827年に教会宣教師協会によって主に進学の教育のために設立された。イギリスのダラム大学とは1876年以来姉妹校となっている。西アフリカ英語系の最東教育機関で最古の大学であるこの大学は 別名西アフリカのアテネとも言われている。郊外にあるウェリントン工業団地は1960年に政府が経済プロジェクトとして開発されたフリータウンの工業団地のエリアで様々な製品が生産されている。シエラレオネで圧倒的なシェアを誇るスタービールと呼ばれるビールを生産するビール会社シエラレオネビールリミテッドもその一つ。同じく フリータウン郊外にあるウエスタニエリア国立公園のタキュガマチンパンジー。自然保護区には絶滅危惧種にある希少なチンパンジーがいる。フリータウンから入江を渡ったルンギにルンギ国際空港がある。提携都市。ありがとうございます。